じゃあですね、気分一新でさっきの続きちょっとしていいですか。はい。それでね、まあその、時代によってさ、そのアートの捉え方っていうのが違うっていうのがあると思うんだけど、それで、んで僕の、本の中でも、ね、この本の中でも、書かれてるんだけど、で、まあ、あれ、キュレーション、あれ、ハンスリヒオグリストっていうキュレーターの、キュレーションっていう翻訳のあれがタイトルだけど、まあ、いわゆるその、キュレーション小誌っていうタイトルの本なんだけど、そういう本があるのね。それで、この本はすごい重要なんだけど、その、ハンスリヒオグリストっていうのは、まあ僕は、つまり、彼は僕より20歳ぐらい、十何歳、あれが年下なんだけど、その、つまりどういうことかっていうと、つまり、70年代に現代美術を考えているように、ハンスリッシュっていうのは1960年代生まれの人なんだけど、その時代に生まれている人たちが、いわゆる見ている、いわゆる捉えている世界っていうのは2020年代の現代美術の世界っていうふうに言っていいと思うんだよね。だから、個人的なことを言えば、僕は、いわゆるマルセル・デュシャンの頃に生きてないわけ。1900年代の最初、いわゆるダダイズムとかさ、第一次世界大戦とか、そういう時には生きてないじゃん。それから、1940年代で、その、いわゆるパリから、ニューヨークに現代アートの中心が移って、40年代にクーニングとかさ、マークロスコとかいろんな人たちがやって、グリーンバーグをいろいろやって、そういう戦後のアートシーン、コンテンポラリーアートのシーンっていうものをその作ったっていう時もいないわけじゃん。だから僕がいるのは70年代から90年代、2010年代から20年代の、まあ、3エリアをリアルタイムでやってきて、そのコンテンポラリーアートっていうものがどういうものかっていうことを経験的に知ってるし、まあそれを相対的に考えるっていうことができるってなってくるね。それで、これハンスリヒオグリストの、有名な本なんだよ。カンバーセーションシリーズっていうものなんだよ。で、ハンスリヒっていうのはサーペンタインギャラリーっていうのはイギリスの美術館のチーフキュレーターなんだけど、まあ生まれはスイスで、で子供の時にさっき見せたあれ、ハラルド・ゼーマンっていう、まあ、その、いわゆるカステルの国名とか、タイトが形になるときっていう、コンセプチュアルアートの、展覧会をクリエーションした人の展覧会を子供の時に見て、で、もう、ティーンエイジャーでそうなっちゃってるわけだからさ、もう俺キュレーターになるんだっていうのになって、やった人なんだよね。で、まあ、この人のこのシリーズっていうのは、あれ2000年代の頭にシリーズが出てきて、これはまあいわゆる、なんで、アーティストに、いろんなアーティストにずっとインタビューするっていうシリーズになってるよね。それで、まあだから、で、面白いのは、一人のアーティストに、ここでインタビューしました。で、しばらくまあ、例えば1年したらまたインタビューします。またしばらくしたらインタビューしますっていうのがあって、で、これは、ウォルフガング、ティーマンズの、をインタビューしたカンバーセーションズっていうのは会話っていうののシリーズの一つなんだけど、ということは、ティーマンズに何回もインタビューしたものが入ってるの、これ。で、これ半分イギリス語、英語で、半分がドイツ語っていうことになってて、で、まあ、ウォルター・ケーニッヒっていう、そのケルンの出版社からこれを出した。で、いわゆるケーニッヒファミリーっていうのがあって、キャスパー・ケーニッヒっていうのがいるんだけど、その人はまあ偉大なキュレーターで、で、まあそういう、いわゆるケーニッヒファミリーっていう、まあイギリスというか、ドイツのそのケルンを基盤にしたティーマンのがやってる出版社から出してる。で、まあ、それを、キャスパー・ケーニッヒとハンス・リッヒっていうのは、まあ、知り合いだからもちろん。で、そういう関係もあって、きっと出したのかもしれないなと思うんだけど、そうすると、一人のアーティストを
何回もインタビューしてリサーチするっていうことをやる。で、そういうタイプの、まあ、キュレーターなんですね。この人、ハンス・リヒっていう人は。60年代に生まれますと。それで、まあだから、ハンス・リヒは、そのパイオニアたちっていうのはもちろん知らないわけ。いわゆる過去のアーティストたちっていうのはリアルタイムで知らないわけだし。で、このシリーズはもうなんか30巻ぐらいあるんだけど。それで、3つのそのカテゴリーっていうかな、グループ分けがそのできるようなその人っていうのが、大体取り上げられてる。で、一つはだから、パイオニアで、ちょうど今で言えば、ここにあるのが、ジョン・バルデッサリーっていう人を、まあ、ハンス・リッヒが必要にインタビューしてるやつっていうのがあるんだけど、ハンス・リッヒ、ジョン・バルデッサリーっていうのはコンセプチュアルアートの人なんだけど、ついこの間90歳ぐらいで死んだ。ね。もう長老ですよ。長老。おじいちゃん。ビッグマンって言われて、手が高いのビッグマンって言われたんだけど、そうすると、そういう人たち、つまりこうパイオニアの練習を一つのいわゆるカテゴリーとして使うと。だから、いわゆる60年代のコンセプチュアルアートを、生でやった人たちっていうのを遅ればせながら追っかけて捕まえてインタビューするっていうのを2つはやってるわけね。これは素晴らしいじゃないですか。つまり、先輩練習、パイオニアを捕まえる。ね。それから、二つ目は、つまり自分の、なんていうの、同世代の人たちっていうのをやる。で、同世代っていうのは、それは誰か、60年代生まれの人たちっていうことになるから、ちょうど今で言えば、東京都現代美術館で、展覧会を始まるはずだった、オラファエリアソンとか、フィリップ・パレンとか、リアム・ギリックとか、岡山芸術工芸のディレクターだった、リアム・ギリックとか、ね、それとか、ピエール・ユールとか、そういう人たち、入っちゃいます。大丈夫ですか？音を上げたい。聞こえない？大丈夫？音声 OK？ 聞こえにくいか？ちょっとね、ゴロゴロしてるので、声を大きくしてもらっていいですか？これでどうですか？ミュートになってない。いや、手剣になってない。大丈夫。聞こえてる。大丈夫。申し訳ないね。いいよ、続き。な。だから、つまり、パイオニアたちやるじゃない。で、もう一人は60年代生まれのそういう人たちをやると。で、60年代の人たちっていうのは、もう、いわゆる、例えば70年代の現代美術みたいに、ペインティングの人たちがフロントマンでいるわけじゃないわけ。みんなインスタレーションやるし、メディアも使うし。映像も写真もみんな使うっていうような連中で、だから、なんていう、マルチプレイヤーみんな、マルチタスクっていうの。で、そういうことをやってる人たちっていうことになって、それで、まあ、ハンス・リッヒっていうのはキュレーターだけど、もう一方でいるのは、あれで、ニコラ・ブリオっていう、関係性の美学っていうものを、この人もキュレーターだけど。で、まあ、だから、ブリオとか、ハンス・リッヒが、まあ、いわゆる、同時代、いわゆる同世代、いわゆる同時代間で、感じている人たちっていうのが、だから、前面にどんどん出てくるわけよ。もう、おじいちゃんたちは死んでいくわけだし、でそうやって、だから気がついてみたら、世界中の、ビエンナーレみたいな、ビエンナーレとかトリエンナーレなんかでは、そういう60年代生まれのメインプレイヤーがいっぱいいるっていう状態になって、そのことについて研究するのがコンテンポラリーアートを勉強するってことになる。で、そうなったら、つまり、40年代、60年代後半、70年代、ね、そういうところでいろんな理論を勉強してたり、批評してたりするっていうものは、ルールが変わっちゃってるから、まあ、通用しないってことはないって重要なことではあるけれども、じゃあ、グリーンバーグとかそういうことについて、精通している人がオラファエリアさんのことについて、言えるかって言ったら、やっぱもうずれちゃうわけだよね。簡単に言っちゃう。だから、そういうようなことがあって、それと、3ブロックって言ったのが、一つはパイオニア。で、もう一つは60年代前の人。同時代の人。で、あともう一つ面白いのがあって、ハンス・リッヒがカンバセーションズのシリーズの中で、取り上げてるのは、
つまりアーティストじゃない人っていうのを取り上げてるんだよね、これが。で、これはなんとヨナ・フリードマンっていう、まあ、建築家とか、プライスっていうさ、建築家とか、ゆっくりって言われてます。ごめんね。俺、早く喋って。ね、あれだ、セドリック・プライスっていう、まあさ、建築家がいるんだけど、で、そういうような人たちっていうものを取り上げると。だから、簡単に言うと、そのアートシンキングっていうものは、アーティストだけがやってきたように思うかもしれないけど、違う人たちもやってるんだよっていうようなことで、それをソースにして、つまり、技術館で、例えば建築の、展覧会やるとかさ、いろんなことがあると思うんだけど、で、そうなったときに、まあ、キーワードっていうのは、その、ビジョナリーっていうものにシフトしていくわけで、ビジョナリーってのは、なんていうか、ビジョンを見る。だから、こう、原始者っていう言い方もあるかもしれないし、先見者とか、預言者って言ってもいいかもしれないけど、ということは、つまり、いわゆるハンス・リッヒが抽出してきてる、その3カテゴリーを共通しているものっていうのは、つまり、なんていうかな、今までの美術史が見落としてきたビジョンっていうもの、そのビジョンを、捉えるような人っていうものを、発掘して、それで前面に出そうじゃないかっていうようなことだと思う、一言で言えば。だから、まあ、ルールが変わったとか、いわゆるメタ思考とか、アート戦略の本の中では僕はいろいろ言ってるんだけど、すごい分かりやすいのは、やっぱりハンス・リッヒ・オブリストっていうキュレーターの存在っていうか、まあ、いわゆる彼のアート戦略ね。彼のアート戦略っていうのは非常に、まあ、なんで分かりやすいっていうか、今から、アートやアーティストになったりとか、キュレーターにいろいろなったりしようっていう人たちにはすごい分かりやすいと思う、それは。だから、じゃあ、例えば日本の場合だったら、具体っていうものをやってて、まあ、いいでしょ、もういないけど、ほぼいないけど、それを捕まえて、カンバーセーションにするってことかもしれないし、だから、いわゆる同時代っていうものを考えたときに、誰を捕まえるか。だから、つまり、スーパーフラットの、それは村上隆なのか、なんていうかな、まあ、まあ、なんていうか、奈良義朝を起点にして、マイクロポップみたいなものを考え直すのか、それとも、それ以降の、まあ、例えば、奈良公平だったら、やっぱり情報と物質っていうふうな変換を扱うから、やっぱり、なんていうか、トランスフォーメーションの時代っていうふうに言ってもいいと思うんだけど、そういうような人たちっていうのは新しいカテゴリーで考えたりするのかっていうことがあるかもしれないし、あとはいわゆる、まあ、異分野だよね。建築だとかファッションとか、そういうようなものを、まあ、つまり、ね、外側のものをアートの中に持ってくるっていうようなことをヒントにするっていうやり方もあるかもしれないし、音楽でもいいわけ、ロックでもいいかもしれないし、だから、ハンス・リッヒは、いわゆる音楽家っていうかミュージシャンっていうのをインタビューしてる、カンバーセーションズのシリーズもあって、ブライアン・イーノとか入ってたりとかいろいろするわけだけども、だからまあそういうような、いわゆる外側の視点っていうものを、いろいろ入れていくっていうようなことは、僕は面白いなと思ったよね。だからまあ、まあ僕は、だから一番最初言ったみたいに、アートはまあ好きなんだよね。アートは好き。それで、あとは今みたいな、こう、閉塞的な時代、不可能性がもうバンバン出てるような時代にもアーティストっていうのは、不可能が前提だから、かえって可能性が出てくるっていうか、そういうことだし。それから、なんていうかな、まあ、例えば宗教で、禅寺のお坊さんがゼロっていうか、無とか悟りとかって言うけど、宗教によらなくてもそういうような、なんていうかな、無の場所っていうか、そういうものをさ、アーティストの思考の中で考えることができるし、あとそれから世の中が全て論理的に意味を求めてるっていうふうな場合だったら、ナンセンスとかユーモアとか、そういうものをアーティストは、
生み出すことができるし、でそういうふうな意味からすれば、だからある意味ではこういうような今みたいな、なんていうかな、やっぱ危機の時代っていうかな、困った時代にどういうアーティストに注目してやっていけばいいかっていうことはすごい根本的にはあると思うね。それで、で、まあ、そのハブ・ザ・フォーサイト・アバウト・アートっていうのは、まあ、ある意味では、なんていうか、これから、アートシーンを巡りながら、これから来るものを注目すべきものを、ピックアップして紹介するっていうのをしてるんだけど、だここが、まあ、すごい重要な点だと思うんだな。というのは、何かというと、つまり、なんていうか、ただ売れるもの、当たるものっていうものを、その作家を紹介するっていうよりも、まあ、なんていうか、さっきの、なんていうか、カルビン・トムキンスじゃないけど、そのアーティストたちが生息したり、キュレーターがいたりっていう、まあ、まあ、なんていうか、まあ、エコノミーって言ったらいいかもしれないけど、いわゆる関係、生態系っていうのがあるわけだよね。生態系、エコロジーって言ってるんだよ。だからその生態系がどういうような関係で運動してるんだっていうことを、まあ、レポートするっていうかな。そのストーリーっていうものを考えながら、アートのことについて考えていくって、まあ文脈って言ってもいいんだよ。で、そういうものを作らないで、何が当たるんですか、何が売れるんですか、どのそのアーティストが次に来るんですかっていうふうに言うっていうのは、それちょっと片手落ちだと思うね。やっぱり。つまり自分たちがどんな時代に生きていて、どういうようなアートの物語っていうものが、そこに存在しているのかっていうことを知るのはすっごい楽しいことだと思うんだよ。ワクワクすると思う。だから、まあ、例えば僕だったら、まあ、いわゆるロックミュージックみたいなもので自分が育ってるから、いわゆるミュージックシーンっていうのはいろんなプレイヤーがいて、あいつとこいつは友達で、こいつとこいつは仲が悪く、一緒のステージの上でこうなったとか、それとか、男と女はこういう形でくっついたとか、そういう話っていっぱいあるわけじゃん。それは、ある意味ではゴシップみたいなものに思えるかもしれないけど、そういうような人間の関係性っていうか、そういうようなストーリーによって、あの時代は面白かったねとか、こういうようなアーティストに俺影響あの時受けちゃってさ、とかっていうふうなことっていうのがあるわけで、本当はそれが一番面白いことだと思うんだよね。だからそのなんていうかな、まあ全員がさ、論文書いて学者になるわけじゃないじゃん。だから自分がどういう時代に生きていて、どういうアーティストに俺は痺れたっていうふうなことがあって、どこに共感したのかっていうことの構図がちゃんと見えていてさ、それで自分もその中のいわゆる当事者としていろいろプレイするっていうのは本当は一番楽しいと思う、僕はね。だから、まあだからまあそういうためにまあ基本的にいろいろまあやらない。勉強しなきゃいけないことがあって、分けられた方がいいと、どういうふうな視点で見たらいいのかもしれないみたいなことがあるかもしれないから、ハブ・ザ・フォーサイトで、まあ、それを、なんていうか、ご紹介しながら進んでいく。こういうふうにまあ思ってるわけ。今日ご紹介した本をもう一回、ダイジェストで見せてもらって、あるよ。あ、じゃあ、ちょっといいやろうか。ちょっと大事ですってやるよ。まあ、一番最初は俺の本じゃん、こいつ。ね、これ。これはまあ、だから、こういう話やるときには基本だからさ、これは自分で言うのもなんだけど、いい本なんだよ。本当に。それで、まあ、いわゆるこう、なんていうかな、論理的とか、アートシーンをくまなく書くっていうことはやってないけど、安直としてことこことここは、抑えなきゃいけないっていうことは書いてある。例えば、ペインティングって考えたときに、その、いい絵とか、強い絵っていうのはどういうふうなものかっていうのはみんなわかんないし、抽象画っていうのはどうやって見ていいかっていうのはみんなわかんない。それ学生もわかんないし、社会人もわかんないし、下手したら先生だってわかんないわけね。アーティストだってわかんないかもしれない。で、その時の着眼点っていうかさ、それがどこにあるのかみたいなことが、ちょっと、ツボで書いてあったり、いろいろするわけね。それから、そう、これな、ちょっともう一回復習で言うと、まあ、これマルセル・デュシャンの本なんだよ。これさ、すっごいいい本で、
これはいわゆる、その、いわゆる、あ、マルセル・デュシャンは特別に難しいことを考えてみましたみたいなことの論理的な本、理論書じゃない。美術評論じゃない。つまり、マルセル・デュシャンはどうやって時代の中で生きていて、それで、まあ面白いのはさ、マルセル・デュシャンは、一日の間に、あれだ、2時間以上働くのができねえなと思ってた人で、それで、で、生きてる間に作品がバカ売れして大金持ちになったりってことはないわけだけれども、でもすごいハッピーなわけ。いつだって食えなかったことはないぜって言って、まあ、それでフランスから戦争の後に、まあ、そのアメリカに移住するんだけど、フランス語の先生とか、あとなんか図書館で、働いてたりして、それで合間の時間っていうか、まあだから、で、制作したりしてるんだけど、でそういうの書かれていて、で、裁判員に、あ、まあなんかティニーっていう、まあちっちゃいティニーなんだけど、その奥さんがいて、その奥さんと、まあラブラブでさ、でいろいろ、その、楽しい生活をしている間に、それで酒飲んでふざけてる間に、それでティニーが、その台所に見に行ったら、そこで倒れて死んでたっていう、まあ、マルセル・デュシャンというのは、ある意味では幸福ですと。それで、死んで、自分のお墓に、死ぬのはいつも他人って書いてあるんだよね。マルセル・デュシャンの墓っていうんだけど、常に死ぬのは他人っていうのは、まあ、だから、まあ、ナンセンスとも言えるし、それは、皮肉とも言えるし、コンセプチュアルとも言えるし、達人とも言えるし、だから、どういうことかというと、まあ、デュシャンはラブリーで愉快な人だったっていうことを、まあ、トム・キンスは書いてるわけよ、これは。だから、つまりさ、あ、マルセル・デュシャンはコンセプチュアルアートの、それで、その、仙人で、グルで、すごかったです、みたいな話でさ、機械的に、それで記号化して書いちゃうっていうようなことをトム・キンスはやってないの。これは、まあ、すごいいい本だと思う。そういう意味では、フェアな本っていうかな。だから好きなんだよ、僕、これね、すごい。で、まあ、いろいろ、まあ、あれで、中原祐介の本とかいろいろ出したけど、この本は、ハラルド・ゼーマンのセレクティッド・ライティングスっていう本で、これはまあ、拾い読みしてるわけよ、ね。それで、本来は、あれだ、ドイツ語かなんかで書かれてるんだけど、それを、まあ、その英語に翻訳してある。それで、アメリカの、そのゲッティセンターっていう現代美術の研究するとこがあるんだけど、そこがハラルド・ゼーマンの遺品、キュレーターの遺品が、どんな美、そのいわゆるアーティストの資料とかみんなあっても、そのゴミ屋敷ギリギリのアーカイブみたいなものがあったんだけど、それを全部こっそり購入してアメリカは。で、それをみんなロサンゼルスの、その、ゲッティセンターにみんな持ってちゃって、それで、ゼーマンが、カタログやら雑誌やらいろんなところに、あれで書き散らしたテキストっていうもの、今までこれ、あれだ、ドイツ語でも単行本はなかったわけだから、それを整理して、あれだ、グレン・フィリップスって言うんだよ。グレン・フィリップスっていうキュレーターが中心になってこれを編集して作った本なんだけど、これはまあ面白いわけよ。もう、やった展覧会の写真からさ、それからメモやら、いろいろキュレーションのものやら、そういうものがさ、これなんかさ、これ面白いよ。これね、これ。これは何かって言ったら、これは、あれだ、態度が形になるときっていうのをやると。そうすると、コンセプチュアルアートの人っていうのは、アメリカにもいるし、ヨーロッパにもいるわけよ。それで、ゼーマンは、飛行機で行って、ニューヨークに行って、それで、あれで、クンスタール、ベルンで展覧会やるんだけど、それで出してくれると。で、そのための住所録なんだよ、これ。電話番号とか、住所書いてあるから、アーティストのな。ボロボロだよ、これね、これ。そう。いいよね。そうやって単身ニューヨークに乗り込んでる。だからさ、すでに現代美術の中心地はニューヨークだと思われてるんだけれども、おっとどっこい。
キュレーションの本場っていうのはスイスで、スイスとかオランダとかストックホルムなんだけど、でそういうようなやっぱところの人たちが認定しながら交流しながらやって、そのシーンっていうのが生み出されていったっていうことなんだけど、こういうことについて日本で研究したり紹介してる人たちってまだほぼいないわけよ。だから簡単に言うとさ、日本はそういうなんていうかダイナミックなシーンの中に入っている人っての本当に少ないわけよ。だからまあ本当だったら今からだったら、まあだからその60年代生まれじゃなくて、今の今度はスーパー若い世代がいろいろやるんだったら、やっぱりさ、横断性、越境性っていうことをすごいやっぱり重視して、もうニューヨーク行ったりとか、スイス行ったりとか、アムステルダム行ったりとか、ベルリン行ったりとか、ところに行ったりして、で、そこのアーティストとかキュレーターとかと直接やっぱり交わり合いながら、まあ次のシーンっていうか、ストーリーみたいなものを作っていくっていうふうなことをした方がいいと思うね。だから僕は学生たちには、まあできるだけそういうふうにもう思い切ってやった方がいいよと。ドメスティックに、まあ、するのもいいけども、気がついたら40なんてさ、絵画描いてて、初めはラディカルだと思ってたんだけど、気がついたらなんか銀座の絵と変わらない扱いをギャラリーの人にされるみたいなことって嫌なわけじゃない？それだったら、やっぱりさ、そういう、まあ今だと中国とかも面白いと思う。やっぱアジアの台湾とかさ、香港とか、そういうところのアーティストのクリエイターとかといろいろ交わってさ、で新しいストーリーを生み出すっていうようなことをやってた方が僕は見てるのかなと思ってるね。あと何分ぐらいなんだろう。決まってないのか。そうね、途中でね、中断したからな。あとね、ちょっとスーパーガーデン言い過ぎだけどさ、これ昨日一昨日か。あれ日本が出来上がってきてて、24日の日から発売されるから、アマゾンでも買えるようにきっとなるんだと、僕は そこまで知らないんだけど、これは、あれだ、ギルダ・ウィリアムズっていう、まあ、ロンドンのゴールドスミスの先生をやってる人なんだけど、まあ、アートフォーラムとか、そういうところで原稿もいろいろ書いたりしている、まあ、編集者で、それで、大学の先生みたいなのをやってるから、まあ、まあ似たようなもんなんだけど、僕も。だけど、あれで、ギルダ・ウィリアムスっていうのは、まあ本当になんていうかな、精密にやってる人だと、ベテランだと思うわ、この人は。ね。それで、で、まあ、その人が、いわゆる、How to write about contemporary art っていうのは、まあ、現代で、How to ってついてるわけ。How to write about contemporary art って書いてある。で、これじゃ How to書ってことや。でもさ、コンテンポラリーアートのことを How to でどうやって書けるようになるかなってことは、本当はないわけ。だから、ギルダーが How to って言ってるのは、まあ、皮肉だよね。イギリス人流の皮肉っていうふうに僕は思うけど、そういうのはもんなんだよ。で、で、まあでも、ハウツーだから、だから、今は、例えばネットで、それで、まあ、例えばブログで、アートのことについて、いろいろ書いているような人たちっていうのがいっぱいいるわけだし、例えば、そのカタログでエッセイをどういうふうに書くかっていうこともあるし、それから、大学院で論文を書くっていうこともあるわけだし、それから、美術館で、いわゆる解説を壁に貼らなきゃいけないみたいな場合もあるかもしれないし、ギャラリーで働いたときは、プレスリリースをどうやって書くのかっていうようなことが、明確に分かってなきゃいけないということは、つまり、昔だったらコンテンポラリーアートに書くっていうふうな、コンテンポラリーアートのことを言うというか、例えば美術評論とかさ、いろんなものっていうのは、なんか難しい言葉がいっぱい使われていてさ、で本当に限られた人にしか分からないっていうふうなことでさ、まあそういうものもあって現代美術は難しいって言ったのは、まあ現代美術について書かれた文章が難しいから、現代美術は難しいっていうふうに言われてたと思うよ、多分ね。で、そういうことについての批判っていうのが、なんていうか、ギルダ・ウィリアムスの中ですごいあるわけ。だから、なんていうか、伝わる文章っていうのは、つまりコンテンポラリーアートにおいて伝わる文章っていうのは、どうやって書けばいいのかっていうようなことを、まあ、言うわけよ、ギルダは。で、すごい面白いな。だから普通だったら、だから、ハウツーだったら、まあ、すごい簡単なのはね、例えば、
それはない。というか、だから、まあ、いわゆる生きるだが言う、なんていうか、参考目。それは何？例えば、キャンバスに書かれていて、材料は何で、なんとかなんとか、いつ書かれましたか、書いた人は誰ですかみたいなやつをね。で、それ正確に。二つ目、ね。なんていうか、それが、あれ、意味するものは何？っていうことなんで、ね、例えば、モチーフはこういうものを書いてて、なんとかとかみたいなこと。で、どうっていうのは3番目にある。だからどうした。それが、その、存在していて、アピールしているものの内実は一体何なのかっていうことになるから、つまり、その3項目が最低はアウトライティングの場合はベースになっていて、それが順番が変わったり、いろいろして書かれる場合もありますよ、みたいなことがあって、それの事例をいろいろ書いたりとか、それとか、で、こういう書き方はダメよ、みたいなことの、で、つまりどういうことかというと、業界の中に出回っているプレスリリースとかテキストで、ダメダメなやつもピックアップしてきて、このテキストはどうしてダメなのかっていうことをズバリ書いちゃうみたいなことも、ギルダはやってるわけ。これ強いんですよ。で、まあ、その時代が変わると、いわゆるアートについての書き方っていうのはどんどん変わっていくから。だから、古くは、そのボードレールの文章とか、ベンヤミンの文章みたいなものもサンプリングで選ばれたりしてるし、最近の、その、例えば、その、奥家レゾみたいな、その、カスルのドキュメンタみたいなものを仕切ってた人のテキストの書き方みたいなものもサンプリングで選ばれてたり、いろんなアーティストの、その、ステートメントみたいなものもサンプリングで選ばれたりしているっていうふうに思うんで、で、この本が出版されたのっていうのは、ちょっと前なんで、14年ぐらいだったと思うんだよ。それ、まあ、この本を最初に見つけて、翻訳したいなと思って、いろんな人に相談して、まあ、出版社はいいって言ってくれたんだけど、翻訳者がまあなかなかこう、難しかったんだけど。で、まあ、で、まあ、プロジェクトにして、それで、あれ、京都造形の卒業生のあれ、山下萌子っていうんだけど、ね、優秀な翻訳がちゃんとできる人なんだけど、で、彼女と、まあ、相談しながら、それで、まあ、まあ、僕と、そのドラゴンの人が監修で、素読みしたり、チェックしたり、いろんなことしながら、まあ、本当に手を入れて丁寧に作り上げた本で、だから、ほら、なんていうかな、いわゆる言葉の本だから、ちゃんとした日本語になってなきゃいけないし、それの内容が間違ってるとまずいんで、まあできるだけのことはしたけども、まあ読んでて校閲漏れとかあったりとかいろいろきっとしたりするから、またそれの訂正もしなきゃいけないのかもしれないけれども、まあ、とりあえず、たった今やっぱ求められているような本だと思うので、まあそれで、このタイミングで出せたから、まあ、その自粛で家でみんないるときに、丁寧に読むといいと思う。それで、面白いのは、その、例えば、その、アートフォーラムとかさ、フリーズとか、いろんなコンテンポラリーアートの雑誌っていうものがあるわけよ。で、今はほら、例えば、その、昔の万能包丁みたいな、グリーンダウンみたいな、その、なんていうかな、いわゆる定式でアートを、その、なんていうかな、その切ったりするようなことっていうのは、まあ、難しい。だから、いわゆる理論誌っていう、まあ、アメリカでオクトーバーっていうのは、現存してるけれども、アメリカって不思議な国でさ、すごい商業主義なんだけど、すごい、理論的なものっていうものも一方であるっていうふうな、そういう、なんていうか、対比の中で起こってると思う。ヨーロッパっていうのは、ジャーナルとか、そのキュレーションとかそういうものっていうのはすごい強くて、まあだからさっき言ったその例えばニコラ・ブリオンと関係性の美学っていう本があるけど、これは実際はそのエッセイなわけだよね。理論書ではないんだよね。オクトーバーみたいな本じゃないわけだ。雑誌じゃないわけだ。だからで、まあキブリオはいろんなところに書いたエッセイっていうのは、で関係性の美学っていうのはまあエッセイ集にしてそれが非常に影響力があるわけだから、書き方っていうもの、How to write about contemporary art って言ったときに、書き方も進化したりシフトしていってるっていうようなことがすごい重要なんだよね。そうすると、どういうライターが、その、グローバルな、
アートシーンのマガジンの中でプレイしているかっていうことに関しては、同時代的には、まあ日本人はほとんど、日本人って言い方もおかしいかもしれないけど、ほとんど気にしてないし、影響力があるライターって誰なのよっていう。でまあそういうアートの本の見聞きっていうのはなかなかいないから、この本は、この本を出版した方がいいんじゃないかみたいなことっていうのも、まあ今まで後手後手に回ってると思うんだよね、それは。ということは、翻訳されてるものとか、その、なんていうかな、注目されてる本っていうのはあるけれども、本当の意味で機能しているライターのものっていうのは何なのかっていうことについては、随分遅れていると思う。だからまあ、そういうものをセレクトしたりとか、する人がいてもいいかもしれないなと。あと全然違うけど、コマーシャルギャラリーの大きいとこって言ったら、ガホシアンとか、ズベルナーとか、ハウザー&アースとかみたいなことだと思うんだよね。それで、そういうところって、まあ、ある意味資本主義の最先端の現代技術っていうものをやってるんだけど、ここのところに来て、その、なんていうか、出版、独自に出版するっていうことをすごいやってるんだよ。それで、トゥベルナーは、今回の不況って、コロナによる、その、経済的な停滞っていうものを、その、サポートするために、プラットフォームっていう、まあ、オンラインの仕組みっていうものを、ニューヨークとかロンドンの若手ギャラリーに開放して、それを、やるっていうことを率先してやってるんだけど、同時に、デビッド・ツベルナーとことは、今までの優れたエッセイっていうものを集めた、独自の編集をやって、それを出版するみたいなこともすごいやってて、だから、まあ、これもまた困ったもんで、だから、いわゆるリーマンショックの時も、いわゆるそのメインのアートシーンがあって、周りにオルタナティブの動きがあったんだけど、最終的にはメインのすごい商業主義的な資本主義的に進化しているところが、逆にオルタナティブを吸収して元気になるっていうふうな、ちょっと図式があったんだよね。で、その、ツベルナーがやってることっていうのは、ちょっとそういうものを思い出させるところっていうのもすごいあるんだけど、とはいえ、優れたエッセイとか、それをセレクトしたものを、翻訳したやつを出してるわけ。で、昨日も見たら、ドナルド・ジャッドの、まあ、展覧会ってMoMAで今やってたんだけど、まあ、今多分止まってると思うんだけど、で、ジャッドは、アートライティングとしてもすごい面白かった人なんで、で、それのセレクティットライティングスっていうのを、ブリッツ・ベルナーとか本に出してて、で、それを、まあ、そのアートシーンを、なんていう、いや、エンカレッジするために、エンパワーのために、ただで読めるように公開するって、だから、あれじゃ、ドナルド・ジャッドのそのエッセイが、みんなただで読めるっていうわけで、無料公開するっていうのをやってたわけね。だからもう、そういうような、つまり、こう、なんていうのかな、まあ、それは、良心とも言えるし、ある意味ではその新しい文脈っていうものを、そのこの資本主義、いわゆるアート資本主義のフロンティアにいる人たちの方が問題意識を、その危機意識を持って先兵としてやっていくっていう風な図式があるっていうところが、面白いなと思う、僕は。だから、面白いっていうか、だから競争だよね、ある意味では。そういう、だからそれを、その、なんていうかな、商業主義だって批判することももちろんできるんだけども、その、いわゆる商業主義と現代美術が、コンテンポラリーアートっていうのが持ってる、ラディカリズムっていうものがさ、なんていうかな、喧嘩するんじゃなくて、で、同じ船で同じ方向にちょっと行こうよっていうふうなことでさ、船の中では喧嘩しないみたいな状態っていうのが、進んでいくっていうところが、だから本当はそこにアートシンキングっていうものの秘密っていうものが隠されてるっていうふうなことっていうのが僕はすごい重要だと思うんだよね。だから、まあ今僕そのアートシンキングっていう本を、アートシンキングとイノベーションっていうまあテーマの本を書くっていうので、言いながらまあ日々考えたり、いろんなこと考えてるわけです。でもやっぱ最終的には、その、なんていうかな、それはやっぱり、いわゆる対比するものじゃなくて、だから、それは当たり前のことみんな言ってないよ。例えばビジネス
ビジネスワールドで働く人たちがアーティストの思考法みたいなものを参考にしてできるようになるっていうふうな言い方をみんなしてて、それはすごく図式的にパッと言うと言えるけど、で頭の中でどういうことをやればさ、そのアートシンキングになっていて、それで、ビジネスにプラスになるのかっていうようなことっていうのは、曖昧なまま置かれてるわけです。だから普通はスティーブ・ジョブスが、こう、なんていうかな、カリグラフィーを昔勉強していたので、それで、なんでマッキントッシュのその形を選ぶときに、それが反映しましたみたいな話ばっかりなんだけど、で、そうじゃなくて、やっぱり、その、いわゆるアーティストなんだけどビジネスマンなんだみたいな、例えば、オラファエリオさんなんかは、そういうタイプの草分けだと思うんです。これは60年代生まれの人じゃない？だから、つまり、そういう人たちは今までの商業主義と、コンテンポラリー、商業主義とアートの、その、ストラッグルっていうか、矛盾みたいなものっていうものを、違う形で、進化系っていうか、変容体にして、その前に進むみたいなことっていうのに対して、とてもポジティブなんだと思う、それは。だから、今までみたいに、そのアートとビジネスを分けるみたいなアートシンキングの方も最近すごいあるんだけど、だから、ビジネスの人には根本的にそのアーティストの頭の中分かりませんっていう書かれてる本とかあるんだよな。もうびっくりしたよ。それ一番最初に書かれてるので、驚いた本とかもあるんだけどさ、僕はそうは思ってないんだよね。だから、まあ、いわゆる、あれ、この不景気、もうすげえ不景気来ると思うんだけど、不景気なんだけどさ、変的なこともすごい起こっててさ、つまり、資本主義も共産主義も、なんていうかコロナのその前では、お互いが敵とか味方とか言えないような状態になってるし、つまりこう、万人に降りかかるものになってるんだよ。人類、もう一人ずつ全てが考えなきゃいけないようなことをやってるってことは、人間の考え方っていうのを、まあ、シフトしなきゃいけない大きな変節期なんだと思う、本当は。だから、そういう時に、きっと、その、ビジネスの人たちは、今までの古い文法でもいいから、経済が復興すればいいじゃないかと思ってる人もいると思う。例えば、あれでトランプなんかそうだと思うな。だからもう、なんていうか、いわゆる免疫の検査っていうかさ、検体もう一回し直して、働ける人から働いて、経済を復興しなければいけないっていうようなことをすごい思ってるわけだよ。まあ、そりゃそうだろう。そういうふうにしないと支持率も落ちるしよ。それで、それ大統領選にも響くかもしれないと思ってるから、すごいやってるんだと思う。だけど、本当は、この近代とかポストモダンっていうものを支えてきたような、基本的な構図っていうものが、ウイルスっていう、そういう、まあ、人工物なのか自然物なのかわかんないけれども、そういうものによって、ノンっていうものを、まあ、なんていうか、定義されているっていうことが、を、まあ、アーティストたちは率先して考えるだろうね。だから、そういうことから考えれば、いろんなトリガーになって、だから最悪が最善を生むっていうふうに僕はまあ、311のコチャノの時にも思って言ったんだけど、そういう形のものが出てくるような気がするな。あとそれとかさ、さっきほら、シーンとかストーリーとか言ったけど、やっぱりアーティストっていうものはハイリスク、ハイリターンのところもあるわけだから、まあ、なんていうか、どんなそういう困難な状況においても、自分たちがファッションがあって、モチベーションがあれば作品を作りたいっていうふうに思うのは決まってるわけだから、その中から、まあ若い男でも女でもいいんだけど、そういう、なんていうかな、その閉塞感を切り開くような物語を生み出すような若いアーティストたちっていうのが絶対出てくると思うんだよね。だからそういうものを、僕は期待するなというふうにすごい思ってます。お差し入れのビールが来ました。
今日はお見苦しいところがちょっとありまして、途中が中断してしまいましたが、皆様も、こんな難しい話ばかりじゃなくて、冷蔵庫の中からお酒を出して飲みませんか？そうそう。どうですか？質問はないですか？うまいよ。どう？みんな飲んでる？飲んでない。飲んでないから。そう。そう。それでさ、ハムサフォーサイト、アバウトアート、ご贔屓によろしくね。それから友達とかで、見た方がいいよ、登録した方がいいよって勧めてね。それで、で、次はね、で、ほら、あれで、この間、ペインティングやったじゃん、ピクチャーズっていうのやった。おとつい、あげたんだよ、ピクチャーズって。まあ、今見てる人はきっと 見てくれてると思うんだけどさ。んでさ、んで、あれ、ペインティングっていうのはさ、みんな描けるわけだしさ、未だに風景画とかポートレートとかさ、花鳥風月描いたりする人がいて、その人たちはさ、もうさ、絵画の、そんな絵画は終わってるんだし、美術史の中でもうやってんだからさ、描かない方がいいよっていう話ではないわけよ。人間は描いちゃうんだから。から止められないわけ。だけど、コンテンポラリーアートの中で新しい価値形態を切り開いてるアートフォームは何かっていうふうな言い方ができるわけじゃん。つまり、まあ、なんていうかな。音楽もいろいろあるけど、イケてる音楽とかさ、新しいジャンルを切り開く音楽っていうのは必ず出てくるわけじゃん。で、そういうものは初めからメジャーとは限らないし、アンダーグラウンドかもしんないし、サブカルチャーかもしんないわけじゃん。常に最初から中心で出てくるっていうふうなこととは限らないわけだから、それを見落とさないようにするってことはすごい重要じゃん。だから、多分バスキアもそうだし、キース・ヘリングもそうだし、ストリートの中から生まれてきたものっていうものが、どん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 ペインティングというか、コンテンポラリーペインティングの中心にだんだん来てさ、それでオークションとか美術館とかでも高く評価されるようになって、で、いや、あの時俺買っといてよかったっていう人もいるし、いや、もうあの時はもう、ただの、なんか小僧のいたずら書きだと思ったんだよ、つって、それで、残念、俺に 見る目がなかったみたいな人もいるわけで。で、これはさ、コンテキストっていうものの読み方っていうことができるかどうかっていうことで、いけるわけだよ。だから、その、ハブザフォーサイとアバウトアートっていうのは、つまり、最初にキーワードっていうのを出してるんだけど、それいわゆるコンテキストに対する一つの指標っていうものを出すっていうことが、こういうような、その、YouTube チャンネルにおいても、それを誠実に考えて出すっていうことが重要だなと思ってんだよね。だからまあ、キーワードだよ。ね。だから、こういうようなコンセプトで増えますみたいな古い言い方ではないんだよね。こっちですっていう感じだったから。だから、いわゆるそのフォーサイトっていうのは先見性とか予見性みたいなのを、つまり、こっちの方かもしれませんよっていうふうに言ってるわけ。で、それは、大山エンリコイサムっていうのは、僕は素晴らしいアーティストだと思うわ。もうね、この間、あるいはタクローソミアコンテンポラリーアートっていう、テレワーク倉庫のところに行って見せてもらったんだけど、9メートルある作品なんですよ。で、まあ、値段は1000万以上するけど、でも、それを買った人はきっと偉いと思うわ。それは、もう10年内には何千万になるだろう。億近くなるだろう。そう確信が持てるもんね、やっぱり。だから、ということはどういうことかっていうと、例えばオンラインで今ギャラリーやって、オンラインセールスするっていうのがあるわけ。オンラインセールスするときに、売れればいい。わけよ。例えば楽天なんかだったらそれでこうお店出していろんなもの売るわけだからさ、洋服もあれば雑貨もあれば何もあって本もあってアートもあるみたいになってるわけです。でもさ、そこにはさ、コンテキストはないわけよ。それを。だから結局、なんていうかな、
コンテキストも形成しながらオンラインをどういうふうにやるかっていうふうにならないと、プラットフォームって言えないわけだよ。だから、そのデビットツメルナのところのプラットフォームっていうのは、コンテキストが、キュレーションがあるんだよ。キュレーションがあるっていうことは、つまり、方向っていうかな、いわゆるフォーサイトのダイレクションっていうものが提示されているっていうことになるから、そういうようなオンラインプラットフォームっていうのをこの機器において、それで日本の中でも、それ一体誰が作り出すのかなってなんかすごい思う。それで、場合によってはさ、それは、今さ、アートシーンの中にいない人が、この、ちょうどオンラインの時に、いわゆるオンラインビジネス、黎明期だと思うんだけど、だから、その時に、まあ、だから今まで、まあ、例えばアマゾンだって、海外ではアート売ってるわけよ、アート作品売ってるんだけど、いわゆる国内のアートシーンではやろうとしたんだけど、まあ、それで、アドバイスしてくれって言ったことあるんだけど、なかなかうまくいかない。もうやってはダメ、やってはダメ、やってはダメっていうのは、まあ、ずっと期待されてるわけだけど、でもまあ、今回みたいな機器に際して、他のジャンルから参入してきてる人、例えばファッションでもいいし、音楽でもいいと思うんだよ。ストーリーテリングはうまいから、もっと。ね、ブランドイメージっていうものの戦略っていうのは、ファッションとか音楽の方が、コンテンポラリーアートよりもはるかに進んでるわけよ。ノウハウとしては。だから、そういうような人たちは、まあ逆に、アートのオンラインサイトっていうものを取られて、実機に構築するっていうふうなことっていうのは、全然ありなんだよね。それは。だから、結局、なんていうか、まあだから今までだったら、いわゆるアートの作品を価値付けしたり売れるようになるには、批評の力っていうのは必要なのか必要でないのかって言って曖昧だったと思う、すごい。ね、それは例えばその美術館で自分がグループ賞に選ばれるっていうのは批評家のアドバイスはいらなくて、それってキュレーターの判断があればいいってことじゃない。だからそういうクリティカリティとか批評性っていうものが、ね、そのアート作品に対するその価値をどう与えるのかっていうことが曖昧だったと思う。で、なおかつ、いわゆるアーティストがそういうような批評性っていうのを、つまり評論家が言うようなことをみんな、身につけるっていうことが基本的に重要なのかもしれない。例えば、大山エンリコイさんは自分で本も何冊も出してるけど、それは他にペインティングとかで自分のビジョンっていうも、ビジョナリーだよね。ビジョンっていうものを書かないアーティストよりは、はるかにさ、プラスに働いていくと思うね、これから。だから、そういう意味からすれば、大山エンリコっていうのは、もうさ、確実に成功する可能性があると僕は思うね、それは。断言しちゃってるけど。ね。だからそういうことっていうのは、なんていうかな、結果的に考えたら、すごい、当然そうだったって言って、それ後で言われるかもしれないけど、そこが重要だと思うよ。質問は？ちょっと待ってな。いや、もう全然。なんでチャットの書き込みってないもん。どうかな？俺質問してくれんのね、本当は超好きなんだよ。何でも答えちゃうよ。もうね、好きな色は何とか食べ物は何とかね。好きな女の子のタイプはどうなのとか、女優は誰が好きとかね、そういう質問をしてもらいたいよね。絶対ないじゃん、絶対無理だよ。絶対知らないじゃん。してほしいな。どうかな。どうかな、書き込む人いないかな、だね。いや、終わるの寂しいから、一人ぐらいなんかちょっとさ、言おうよ。まあ、タイムラグがある。全然いいからさ。お言ってしてるぞ。後藤さん、グラフィティ系お好きなんですか？好きなんだよ、それが、実は。それで、2008年にさ、7年か、あれ言った、水戸の芸術館で、
あれで、X カラーズっていうさ、展覧会があったんだけど、俺もそれめっちゃ今でもさ、好きだし、それから、あれで、京都のそのアートゾーンっていうところ、まあ、まあ、僕がその、画家長やってる時に、その美大の中じゃなくて、京都のその街中にギャラリーをその借りて、その学生たちを運営するっていう、まあ、好き放題にやらせるっていうさ、実験的な場所みたいなのを作ってたことがあって、で、その時にさ、グラフィティライターのやつを 5人ぐらいかな、選んで、まあ、辻ちゃんっていう、まあ、その時にいた学生がグラフィティが好きだったんで、俺好きなんですけど、やっていいですか、先生って言ったら、お前好きにやれって言って、それで壁から床からも何から全部グラフィティで描いちゃって、後でも消すの大変だったけど、で、僕はまあそういう意味からすれば、なんていうかな、グラフィティっていうのはやっぱりこう、制度化されたものの、じゃなくて、なんか都市の中の、やっぱりなんかリアルな、そのマテリアルの上に描かれるっていうところがあって、それで、ペインティングっていうかな、ものを描く、いわゆるそのライティングっていうわけだけど、で、その基本的なライティングっていうものを、リバイバルさせるっていう意味からすれば、すごいいいと思ってる。それなんて、写真に似てるなと思ってるところある。もう、それはつまりこう、写真もほら、外側の世界っていうものが存在してないと成立しないじゃん、基本的には。だから、生々しい外側と、やっぱり接しながらいろんなものが発生してくるっていうことが、グラフィティっていうものの僕は好きなところだと思うんだよね。それで、これもさ、言うと意外と思われるかもしれないけど、これ昔からね、ポラロイドとか、撮影してて、携帯でも撮ってるんだけど、世界中いろんなとこ行くじゃん？チューリッヒとかさ、もう楽、まあ、あとベルリンだよね。で、そういうところにもさ、グラフィティとかもう、まんまんあるわけだよね。で、それを撮影して、それで、まあ自分はほら、なんていう写真家って言ってるわけじゃないから、それを素材にして印刷物に使ったりとかっていうこととか、あれでやったりしてるよ。だから、で、そのほら、グラフィティの系譜っていうのもあるわけよ。昔から。だから、例えば写真だったら、ブラッサイっていうのが、まあ、やったりとかさ。お、書いてるぞ。はじめまして。現代において写真とグラフィティの共通ありますか？外っていうことだよ。外。外部ってことなんだよ。それ。で、その、いわゆる外部との、この、格闘っていうか、ストラッグルによって、ものが生まれてくるっていうところが、俺一番リアルだと思うんだよね。で、そうでなければさ、なんか無菌状態の実験室みたいなところで、思考実験で作品を作るっていう、そういうようなバーチャルな、ものの作り方。まあ、極端に言えば AI だよね。それは。で、そういうようないわゆる形で人間の想像力っていうものに挑戦するものを作るっていうようなやり方もあるかもしれないけど、僕はやっぱ外派なんだよね。そういう。だからやっぱり、なんていうか、アートっていうのは切り離された、純粋培養された、そういう思考実験や、培養生命体みたいなものではなくて、雑菌的でさ、いろんな複合的な要素でマテリアルとかいろんなものがあって、それで横断的に出来上がってて、それで広がって、だから、まあ、例えば、大山絵理工がさ、あれバイナルっていう、いわゆる、そのウイルスとか、コンピューターの拡散っていうような意味だけど、バイナルっていうのはね。で、そういうタイトルで展覧会やってるわけだけど、まあ、こういうご時世だから、そういうのはためられるところあるかもしれないけど、コンテンポラリーアートっていうのはやっぱウイルスに似てると思うんだよね、それ。やっぱこう、いろんなものをハックしながら、それで、いわゆる乗っ取りながら増殖していくっていう風な逆説的な力だから、そういうものを、まあ、なんていう、ディスラプションっていうかな、破壊的創造っていう言い方をすることもできるかもしれないけど、だから、やっぱグラフィティっていうのは根本的に、やっぱウイルス的なところっていうのはすごい持ってる力があると思う。写真もそうだよ。だから、今質問していただいて、こんばんは。現在の具象画は、その下出してよ。具象絵画は、ゆうゆうさん。
どのような価値づけですか。いいこと言うね。いいよ、具象化よな。あのなじゃないや。これ今閉まっちゃってるからさ、見れなくて残念なんだけど、ピーター・ドイグっていうさ、イギリスの絵描きがいてさ、で、ピーター・ドイグの絵って俺はすごい好きなんだよね。まあちょっとパッと出るのはこれしかないからさ、これな、これピーター・ドイグじゃん。で、まあ、好きなんだよ。それで、どのような価値づけですかっていうことなんだけどさ。それで、だからさっき言ったみたいに、絵っていうのは、その、いわゆるミニマリズムまで到達して、つまり、例えば、真っ黒い絵とかさ、バネット・ジューマンの真っ赤な絵とかさ、ああいうふうに、つまり、具体的な表象っていうのが全てなくなってしまったっていうことになったわけよ。であとは、まあ、抽象画で、まあ、なんていうかな、すごい、こう、具体的なものが書かれてないものになって、それで、なおかつ、例えば、その、なんていうか、まあ、例えば、クーニングの絵みたいに、現代美術の作品で、まあ、あれが350億ぐらいするわけだから、オークションでね、したわけだから、一番高い絵は、なんと抽象画で具象画じゃないので。でも、イータードイグっていうとか、あと、それから、そのデビッド・ホックニーなんかもそうだけど、現存する作家で、具象画の人で、高い人って見るわけよ。で、僕は、それは、じゃあ、その人たちは、抽象画に比べて、なんて価値が低いのかって言ったら、全然そんなことはないと思う。もうちょっとしたら、それが逆転すると思うよ。それで、っていうのは、簡単に言うとさ、現代の具象画の基礎っていうのはセザンヌではなくてフランシス・ベーコンだと思う。で、だからフランシス・ベーコンの入っているその要素で具象画の再評価っていうか再編っていうものをもう一回考えて、ピーター・ドイグを批評するっていうことが僕はいいなと思ってるわけ。だから例えばピーター・ドイグはベーコンとは違う形だけど、ベーシックには写真を使っていて、で、その継承をどうやって生成させるかっていうことをすごいこう、まあ、なんていうかな、あの人は能天気な人のように見えるけど、つまりこう、自然発生的に絵画を考えているように思うかもしれないけど、全然違ってて、というのはそれはどうしてかっていうと、出自もいろいろあるんだけど、なんていうかな、いわゆる、その、デミアン・ハーストたちが生まれた、その、いわゆるフリーズっていうかな、フリーズ世代。80年代に、その、いわゆるロンドンから、その、生まれてきたアーティストたちのグループに入ってなかったんだけど、すぐ横にいて、そういう連中に対して自分が絵画で何をできるかっていうことを、すごい戦略的に考えた人なんだよね、ピーター・ドイグそのものは。だから、展覧会やってないので残念かもしれないけど、見に行ったらすごい面白い、やっぱり。だから、それは、フランシス・ベーコンが、例えば、フランシス・ベーコンも、あの人、やっぱ天然の具象画じゃないって、例えば、ゴッホの絵をさ、サンプリングして使ったりとか、いろいろやるわけ。ピーター・ドイグも、違うけど、そういうような、今までにあるイメージみたいなものをハックしながら、自分の絵を作っていくっていうことについて、革新派的なことをやってる人なんだな。だからまあ本当はそれを、今年、まあこの間俺は内覧で、もう4回ぐらい会場をぐるぐる回って見ることができたんで、幸せ者だったと思うんだけど、だからさ、ピーター・ドイグもやってます、オラファー・エリアソンもやってますっていうのはすごいさ、かっこいい東京だったはずなんだよね。だから、それはコロナで見れなかったけど、ピーター・ドイグのやつを見て、すごい、絵画ってまだ可能性があるんだなと思って励まされるような、絵描きたちとか学生たちってのがたくさんいたと思うんだ。こんな感じだよ、ゆうゆうさん。わかった？わかったってことはなんか学校の授業じゃないけどな。他なんかない？好きな食べ物はとかそういうのない？なんかないかな。質
質問してよ。面白いぞ。何でも答えちゃうぞ。これ酔っ払ってるからじゃなくて、お、なんて来たぞ。現代アートにおいて活動場所を移す理由は何？移すってどういうことよ？移す。もうちょっと説明してよ。移すって移動するってことはどういうこと？移すってどういうこと？出る？活動場所を移す理由って何やろう？つまり、留学したりするってこと？東京でやってるんじゃなくて、田舎に引っ越したりするってこと？それとも、なんかベルリンに行っちゃうってこと？それはどういう意味なのかな？これは。いいよ。酒を飲みながら待っておるよ。そうか。それはそうじゃん。だからさっき言ったようにさ、そういう生態系っていうかな、評論とかキュレーターとかギャラリーの生態系っていうものが戦略的にニューヨークの方がよく出来上がってて、だからそのサーキットの中に、まあそれは留学でもいいし、レジデンスでもやるとするじゃん。で、向こうのキュレーターとか評論家とか知り合ったりする方が、さ、グローバルマーケットの中、まあ私立だけど、入っていきやすいじゃん。だからまあ、引っ越したりするじゃない？で、あと、まあ、なんて、ニューヨークに拠点を移すっていう書いてるけど、まあ、ベルリンも多いんだよ。ベルリン。でさ、簡単に言うとさ、まあ、あれだ、ニューヨークって言ったって家賃高いからさ、結局、みんな、ブルックリンとかなんとかみたいなことに住まない限りは無理なんだよね。で、どういうことだ？やっぱり家賃と、食い物の値段が安いところっていうのに、みんなアーチストは行くわけ。で、ベルリンはそういう状態のところだからさ、この15年ぐらい。だから、リーマンの2008年あるじゃん。で、リーマンショックあって、その後っていうのは、で、ベルリンは家賃も安いし、食費も安いから、ギャラリーも作りやすいし、アーチストは住みやすいから、そこ行ってみんな、作ってて。で、そっからベルリンの行けてるキュレーターとか、そういう連中がそのアーティストをピックアップして、ロンドンとか、パリとか、バーゼルとか、そういうところにデビューさせてくるっていう風な動きっていうものが。ティルマンスもそうだよ。だからあれだ、ティルマンスは、あれだ、もともとは、ケムニッツってとこだったっけな？ケムニッツはカルセニコレかな？まあ、もともと、あれでドイツから出てきて、それでイギリスの美大にも行くわけ。イギリスの美大に行って、それで成功するんだけど、ベルリンにシフトして、それで、去年、あれでティリマンスの、ベルリンのスタジオに行ったときに、あれでロンドンのスタジオの時も行ったことあるんだけど、もうね、もう全然家賃が違ってて、倍の大きさ借りれるんだよって言ってたよ。それ、めっちゃだから、それで、これぐらいの大きさのスタジオは東京で不可能だろうな、みたいなことを俺に言ってたけどね。高いからさ。ということはさ、そういうさ、いわゆる大きなスタジオで作品が作ったさ、展覧会の模型とかさ、ティルマンズなんか音楽もやるからさ、なんか楽器とかいろいろ置いてあるコーナーとかさ、模型作ってるコーナーとかさ、もうさ、いろいろあるわけよ。で、そういうところが、まあ、自分が面白い。生態系、家賃、食べ物って書いてある。面白いな。で、まあ、だからまあ、いいわけよね。だから、なんとコロナ以降さ、どうなるかわかんないけど、もう、まあ、一回リモートワークやった人は、もう一回満員電車で通勤したりするの嫌な人っていっぱい出てくると思うからさ、週の半分は会社に行って、あとはリモートワークでとか、
地方にそれで住む、東京の会社に就職するんだけど地方に住むとかっていう人とかもすごい出てくるんじゃない？で、やっぱり特にアーティストなんか僕はそうなるんじゃない？だから例えば今日みたいにさ、こうやってオンラインでいろんな人に話しかけられるような、やっぱ機会が作れるっていうのはさ、すごいシフトだと思うよ、それは。だから、あれじゃあ僕らはほら、なんか英語で喋んないからさ、あれかもしれない。英語でこうオンラインやってる人たちってのは、どん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 越境していろんなところのコミュニケーションを、グローバルに作ることができるわけじゃん。だから、まあ、結局僕はアーティストじゃないしさ、そういうものじゃないけども、そういう、例えばコレクティブみたいな、ね、ものをつって、コミュニティみたいなのを作ってさ、で、いろんな、そういうような、ネットワークを広げていくようなタイプのアーティストっていうのは、もう、だから変な話だけど、台湾に住んでてもいいわけだし、ベトナムに住んでてもいいわけだし、ジャカルタに住んでてもいいわけだし、香港に住んでてもいいっていうふうな、時代が来ると思うよ、それは。そんな感じがする。だから、まあ、今回のほら、コロナはさ、完璧に、なくなるってことはないわけだよ。後藤さん、ソックス赤がお好きですから、なんか、そのようなイメージ、こちらも飲んでます。おー、いいね。よく知ってんね、俺が赤い靴下だっていうことを。コメント少ないのによくここまでペラペラと喋れるなって驚いてる人です、ね。申し訳ない。コンテンポラリーの違いアートワールドというのは、その、アートの生態系のことを指しているという理解で正しいですか？いいんじゃないですか？正しいと思いますよ、うん。そうね。コメント少ないのによくここまでペラペラと喋れるなっていうのは、まあそういう喋れる人なんだよね。なんだかわかんないんだけど。そうなぁ、うん。何時間でも喋ってるよ。うるさいくてごめんね。そうなぁ。でもね、面白くってさ、人間と喋ってる間にいろんな考えって浮かんでくると思うんだよね。で、僕はあらかじめ何か考えがないと喋れないっていうことも確かにあるけど、つまり、喋ってるっていうのはなんか旅してるようなもんなんだよね。電車乗ってるようなもんだから、電車乗ってるって一番いいのは向こうから風景がやってきてくれることだと思うんだよね。だから僕にとって喋るっていうのは、喋りながら新しいことが生み出されてるっていう、これをね、バクミンサーフラーは、トーキングラウドって言ったんだよね、これを。まあ、トーキングラウドっていうのは大声で喋るっていうことだけど、俺それすごい好き、すごいわかるな、バクミンサーフラーがやってたノウハウっていうのは。だから、バクミンサーフラーは一晩中喋ってたよね、らしいわ。なんかいろいろけど、オンザフライって何？あ、ソックスの話しようかな。ソックスが、ソックスは赤いの何ですかってことなんだけど、で、ほら、やっぱ僕みたいな人間で昔からさ、編集やったり、広告やったりするんだけど、企業の人と付き合わなきゃいけないじゃん。だから、背広着てんだよ、いつも。紺色の。昔、もう最近めんどくさいからやめてんだけど、いわゆるコムディアルソンのスーツっていうのを、私、上から下までコムディアルソンなんだよ。あ、それ、ところが、靴下だけ赤いっていうことをやってたんだよな。それ、やってたんだよ。それで、まあ、だからさ、印なんだよね。だから、その、なんていうかな、で、ほら、サラリーマンの人いたら怒られるかもしれないんだけどさ、サラリーマンの人ってさ、よくさ、黒い薄いさ、ソックスみたいな男の人履いてるじゃん。知ってる？あれが超薄気味悪いと俺昔から子供の頃から思っててさ、好きじゃないわけ。なんかさ、透けるじゃん。あの、サラリーマンの履いてる黒い薄いさ、
スケ感っていうのがさ、なんかさ、本当は俺ってセクシーなんだけど隠してるみたいなところっていうのがサラリーマンのツボなんだよ、あれ。それそれ、ストッキングみたいなやつ。俺、あれがさ、薄気味悪くて、あれじゃない風にしたかったっていうのもあるし、高校生の時から靴下は僕は赤しか持ってない。で、なんでかっていうと、つまり、やっぱ、足元が暗いとさ、うろうろするのが嫌になるじゃん。でも編集者っていうのは、うろうろしてなんぼのもんだから、やっぱ足元がルンルンしてないとダメなんだよね。で、それで、それは本当そう考えて、それとか、赤い色が好きっていうこともあるんだけど、つまりこう、スーツは黒いから、色がないじゃん。で、それが嫌だったっていうのもあるんだけど、それで、まあ、いわゆる共産主義も色って赤いじゃん。ね。で、そういうことがあるんで、それで、高校の終わりぐらいからずっと赤い靴下しか履いてないわけ。だから、なんか、やっぱ軽やかに歩きたいからだろうね。それは。答えとしては。アディダスのスタン・スミスもお好きですね。それ、そうだよね。だからね、違うんだよ。アディダスのスタン・スミスにするようになったら、うちの嫁がこれがいいから書けっていうふうに言ったからなんだよね。でね、で俺は昔からさ、つまりどういうことかっていうとさ、まあ、なんていうかな。つまりさ、僕みたいな、人間っていうのは、ある意味ではさ、危険分子じゃん。大体。そういう、こう、なんていうかな。世の中に迎合するような、いわゆる価値観が育った人間じゃないわけ。アウトサイダーじゃん、もともと。で、アウトサイダーの人間が、大企業に、プレゼンしに行ったり、企業で仕事したりするわけじゃん。だから、いわゆる、カモフラージュしなきゃいけないんで、スーツ着てるわけ、ずっと。それで、だから昔は、仰天なことに革靴をずっと履いてた。もうずっと革靴だったよな。スーパー革靴なんだよ。足がカチコチだった。そう、カチカチだったんだよ。それで、もう一番びっくりしたのさ、昔、89年にさ、半沢克夫さんっていうカメラマンと一緒に、インドに撮影行ったことがあるんだよ。コマーシャルっていうか、まあ、レコードジャケットを撮影するっていうのに行ったんだけど、その時もインドだぜ。インドの、さ、いる山奥に、ね、その、いわゆるアレクサンダー大王が、その、遠征した時に西洋人と混血した村っていうのがあって、そこは顔はインド人なのに金髪の村があるんだよ。謎でしょ？まあ、なんていうか、カシミールっていうところで、インドとパキスタンの国境のところにいるんだけど、その時もなんとスーツで革靴でいて、下がもうさ、ぬかるんでて、牛のうんことか泥が混じり合ってるのに、なおかつ、その時も革靴で、ロケに行ってたっていう、クリエイティーだったんだけど、やめたっていう。どこに書いてある？なるほどね。浜松の、ありがとうな、みんな。偉いな。まだみんなずっと見てくれてるやつがいるっていうのはすごいよな。ありがたい。ありがとうな。そうな。浜松の話。これはな、最近、これはずっと考えてて、僕はほら、こういう時で言うからあれだけど、東京オリンピックが本当は今年だったんですよ。数年前から、オリンピックの時に自分はどういう仕事をするかっていうのは、編集者っていうのはすごい考えるわけよ。で、まあ僕がやったのは、蜷川美香ちゃんとか篠山さんのやつ、あと、あれだな、浩平くんの、いわゆる豪華本っていうのをプロジェクトとして作るっていうことを、まあ、プレゼンしたり、まあ全部プレゼンだからさ、いちいち仕事って作りながらやるから、そういう形でまあもう、力仕事で金のかかるようなことっていうのを思いっきりやろうと思ったわけ。で、あとはまあほら、いわゆる GP ギャラリーやってるから、つまり若手のそういう、こう、なんていうかな、うぞうむぞうみたいなものが、グローバルにデビューしていけるようなプラットフォームってやるっていうことで、まあ、それは小山大輔とか、細倉真由美とか、横田大輔とか、川島隆とかさ、赤石隆とか、まあ、そういう連中がグローバルに活躍できるようにするっていうことをやったわけだよね。で、まあ、そういうようなことやってるわけ、オリンピックだからってんで、
そうやってたんだよ。だけど、僕らの仕事っていうのは、人の動きより少しずつ早くやるっていうことがやっぱ重要なんだよね。つまり、なんかやっぱ事後的に、もう世の中がそういう状態になってるから後追いで企画をするっていうふうなことでは生き残れない人種なんだよね、仕事としては。だから、まあ、コンテンポラリーアートのことをやってるっていうのもそれもあるかもしれない。一歩先、半歩先、三歩先ぐらいのことがどうなるかっていうことを考えるっていうことが重要なんだよね。で、それ考えたときに、もう東京の時代っていう、もう僕は大阪生まれで、あれだ、京都育ちで、東京に来て、23から東京にいるけど、もうだから40年以上東京をベースにしていろいろやってるんだけど、もう、ありとあらゆることはやったような気がする。原宿で遊び、六本木で踊り、中央線で酒を飲み、散々、それで原宿に住んでたから、長いこと。鎌倉にも引っ越して、子供育てたりしたこともあるから、大体一通りのことをやったんだよね。で、一番思うのは、世界からやっぱ見たときに、京都であるとか、大阪であるとか、東京であるとかっていうのも、関係ない時代に本当になっちゃったなと思ったの。それオンラインのことだけれども、つまりオンラインがあれば世界中、世界の中でもどこに住んでいても、自分が住んでいるところが世界の中心だと思えるっていう時代になったってことだと思うんだよね。それはまだ整備されてないけど、例えば、90年代の頭に、坂本龍一さんたちと会社作ってコードっていうのをやってて、で、オンラインでいろんな、その、グッズとか、それで、その、なんていうの、アートブックとかを販売するっていうことをやったんだけど、その時はまだ頭の中ではあったけど、システムが追いついてなくて、めちゃめちゃ大変だった。それ、通販で売ったりするっていうの。今はほら、ベースとかストアみたいなカスタマイズできるような、ああいう仕組みっていうのはすごいあるようになってるから、それぞれの人たちっていうのは自分で発信したり、整備したりできるようになってるわけじゃない。だから、それグローバルにやればいいんじゃないのかなと。だから、まあ僕はもう結構キャリアも積んだし、いい年になったけど、まあでもそういう実験は続けたいなと思う。それで、浜松は晴天率が一番高くて、うつ病患者が日本で一番少ないって聞いたんで、いいなと思って。そして縁があって、若手信号と友達だったんで、それで来ることがあったんで、ね。これ最後の質問ですよ。はい。どうで？いいこと言うね。あのね、これがすごいポイントなんだよね。それで、でね、僕は、その、なんていうかな。僕がコレクションしてるのはね、あのね、コンテンポラリーアートの人じゃなくて、あれだ、中条正義っていうね、花椿のアートディレクターのおじいちゃんが85歳の。で、その人、自分でペインティングをするんだけど、その人のペインティングを毎年展覧会やられるごとに必ず買ってるよ。ちっちゃな絵なんだけど、それなんでかっていうと、僕が中学生の頃に、中学生の帰りに、資生堂のお店で花椿っていうのは、まあ、あれだ、ただで配られてたんだよ。で、僕は男の人なんだけど、帰りにそれを必ずもらって、その中のレイアウトとか、高校の時もずっとやってたんだけど、写真の撮り方とか、文章の撮り方とか、そういうのを花椿から学習したってところがあるんだよね。それで、だから大人になって花椿で、僕は11年間、あれで対談の連載をやってたんだけど、それ中条さんと仕事ができたっていうことが幸せなんだよね。だから、僕はだから展覧会、この間もそうだったんだけど、必ず早く行って、人が買う前にいいやつを買おうと思って行って、もう決めてるの、必ず買うってことにしてる。それが何点ぐらいあるかな。もう結構多くなったよね。10点近くあるかもしれないな。それとかさ、中条さんが手書きで書いた
自分ちのあれで猫の顔のシリーズっていうのを一冊まるまる書いたオリジナルブックっていうやつも持ってるわ。コレクションしてるわ。で、そう、やっぱラブリーっていうのが本当は好きなんだよね。だから、あと、まあ、ここだから言うけど、まあ、もうちょっとしたら自分で作品も作りたいなと思ってるところもあるんだよね。だから、まあ、計画してるんで、70ぐらいになったら発表するよ。そんなことです。もうない質問。もうこれで終わり？うん、でもまあ、質問のやり取りしてるのも超楽しいから、あれ、また次回もよろしくお願いしたいです。すごい、ワウって書いてるな、こいつ。よくわかんない。ありがとうございます。すいません。あ、これな、今出てきたよ。これは中条と花椿っていう本で、これは中条さんが花椿で作ったビジュアルをエディットしたものなんだよ。で、これ俺編集やってて、で、この一番最初のところに中条さんについての原稿っていうの俺が書いてるのなんだよ、これ。嬉しいよね、こういうのが。まあ一番、まあなんていうかな、編集者冥利に尽きるっていうものかな。はーい。またやります。またお会いしましょう。いいかな、終わりで。おしまいでーす。よく喋るなって言われると寂しい。よく喋る。